日本の首相の英語のレベルが低すぎて恥ずかしい。Hey everyone! 皆さんこんにちは。花イングリッシュの春菜です。自信を持って英会話ができるようになりましょう。今回はいつものレッスン動画とはちょっと違って、すごく気になったニュースを皆さんにシェアしたいと思います。普段私はテレビあんまり見ないんですけど、お昼ご飯を食べてた時にたまたまテレビをつけたら、このニュースがバズってました。内容はっていうと、日本の総理大臣、菅首相が最近コロナにかかったアメリカのトランプ大統領に宛てたお見舞いツイートの英語のレベルが低すぎるっていうことなんです。こちらが実際の英語と日本語のツイートです。どうですか？英語のレベル低いですか？ぜひ皆さんの意見を聞かせてください。正直私がこの英文を読んだ時に感じたことは、失礼もなくすごくドストレートで相手に伝わる文面だなと思いました。このツイート誰がどうやって書いたかっていうことは私は知らないんですけど、もしこれが首相本人から出た率直な言葉とか思いなのであれば、英語のレベルに関係なくコミュニケーションで一番大切な相手に伝える、相手に伝わるっていうことができてるので、特に問題ないんじゃないかなと思います。このニュースで私が一番気になったことっていうのは、この首相の英語のレベルっていう話ではなくて、日本人が英語が話せない大きな理由っていうのが見え隠れしてたことなんです。完璧を求める日本人の姿勢、これは日本人のすごくいいところでもあり、逆効果なところでもあるんです。完璧を求めてしまうと、とりあえずやってみようっていう、こうトライする精神とか、この初めの一歩っていうのが出しづらくなると思うんです。でもこのやってみたい、挑戦してみたいっていうのができない代わりに、その分嫉妬とかひがみに変わってしまって、逆に周りで頑張ってる人の悪口を言って、その人を落として自分の気分をちょっとでも良くしようっていう悪のサイクルにはまってしまうことが少なくないんじゃないかなと思います。私が日本の小中高に通ってる時から感じてることなんです。例えば英語の授業中にちょっと綺麗な発音した友達に対して、かっこつけとかチョコレートって発音した人に対して、何がチョコレートだよ、チョコレートだろみたいな感じのことを言って、みんながその人のことを笑いものにするなんていうことがよくありました。こういう環境が当たり前で育ってしまうと、大人になってもなかなかこの考え方から抜け出すことができないんですね。そうすると、大人になってから英語が話せるようになりたい、頑張ろうって思っても、頭の片隅にこのちっちゃい悪い自分、ネガティブな自分がいて、英語の発音なんて難しいからあんたに無理だよ、ネイティブ英語が聞き取れるようになるなんて思ってんの、バカじゃないの、みたいなことをいつも言ってくるんです、このちっちゃい人間が。で、このちっちゃい悪いやつが邪魔してしまって、本気で英語と向き合うことができない。その分、さっき言ったように、例えば周りで英語を頑張ってる人がいたら、その人の嫌味とか悪口を言って、自分が英語の勉強をしないっていう選択肢を肯定するんじゃないかなと思います。今ご紹介した私の例と今回の首相の話っていうのは、まあ、一般人と首相っていう立ち位置は違うんですけれども、まあ、似たようなことが起きてしまってるんじゃないかなと感じました。日本はクレーマー文化があるなんていうのを聞いたことがあるんですけれども、やっぱり自分だけでなく相手の欠点ばかり見ずに、日頃からもっと物事をポジティブに捉えて、自分を褒める、相手を褒めるっていう姿勢を習慣づけることは、英語習得に限らず、どんな目標でもそれを達成するための大切な要素なんじゃないかなっていうのを改めて感じたニュースでした。なので、今英語学習中の皆さん、周りで何て言われようと、自分のペースで自分の目標に向かって、自分のためにぜひ頑張ってください。ではまた次回。 See you next time!